Alors que sort sur les écrans Le Voyage de Chihiro, la dernière merveille de Hayao Miyazaki, nous retrouvons le maître Yasuo Otsuka, le compositeur Kenji Kawai, ainsi que les réalisateurs Satoshi Kon et Sunao Katabushi, qui étaient à Paris en décembre dernier à l'occasion du Festival des Nouvelles Images du Japon. Conversation précieuse, où il est question de création, d'inspiration, mais aussi des difficultés de rester pertinent dans le contexte de l'animation internationale. Banzai. Et 日本国内で言えば、例えばその文化的なところで、その鍵カッコつけて文化的って言いたいんだけども、うん、その文化的なところでじゃあ価値があるとされてるのって、例えばその音楽だったりするわけですよね。ヒットチャートに載るような、うん。で、そういうのって決してその海外では受け入れられない。どんなにアメリカの真似をしたって、そのアメリカのチャートに出たのは、うん、あの上を向いて歩こうぐらいなもんで、うん、で。その日本の中ですごく言葉は悪いけどその虐げられてるアニメーションの方が結局はその海外に出てってその評価されてるなんかこう、そうですね、その逆転がねどうも気持ちが悪いというかこれでいいのかしらっていう感じがしますね。だからそのアニメーションってこう労働集約産業じゃないですか。毎日毎日その大勢の人間が夜遅くまで仕事するでしょ。だからなかなか先進国ではね、本当はなかなか難しいはずなんですよ。ですよね。アメリカが唯一できてるのは巨大なマーケットがね、あるから、支えてますね。日本のマーケットはそんなに大きいとは思わないから、一個一個のプロダクション見るともう本当に大赤字、アップアップでやってるわけですよ。本当にね。だから、どちらが作品の中心をもう握って作るかというと、出す方でしょ、どうしてもね。そうですね。アメリカの仕事なんかすごい拒否反応あるんですよ、日本で。やっぱり、うん、その、なんていうか、土壌がやっぱり違うんですよね。精神的な土壌が違うっていうところがありますよね、うん、求めているものがだから、日本はまあ、その、他の国はしませんけど、あの、なんていうか、舶来が好きで、そうですね、日本人全体がただね、だから、アトランティスってのこんな今度作ってるじゃないですか、ディズニーが、うん、あれ初めてですよね、その、ディズニーがね、あの、動物とかなんとかという世界ではなくてね、うん、ああいう SF の不思議な海のナディアのパクリ、ね、パクリというか日本のものを直接その、うん、あの受け入れてしまったじゃないですか。今まではなんか割ともっと間接的にね、なんかあの丸め込んでる形ではそのいろいろなそこのやり取りがあったんだけど、うん、ものすごく表面的なところでねああいうふうに出てきたのか。そうですね、もう数が正義だってあんなになんかこう露骨に言われるとちょっとムカッとしますね、うん、だって世界で知ってる人間の方を要するに多くの人間が知ってる方がオリジナルなんだっていう態度ですよね、うん、もうね、そうですね、そういう風にして別にアメリカを嫌いなわけじゃないんですけど、うん、その違う文化があったっていいのにと思うんですけどね、そうですね、みんななんかこう慣らしてしまうっていうのはどうなのかなと思いますけどね。だから日本国内でそのアニメーションを作ってると、うん、どっかでそのマーケットが小さい分頭打ちになって、うん、必ず言うのがそのもうこれからは日本だけじゃ商売にならないから、うん、10億オーバーの作品を作ろうと思ったらその海外のマーケットを考えなくちゃいけない、うん、海外のマーケットを考えるっていうことはまずアメリカだ、うん、じゃあアメリカに受けるようなその素材なり何なりをその選ばなくちゃいけない、うん、でみんなその海外向けっていうことを考えて作っていった時に、うん、やっぱり決して面白いものにならないんですよね、うん、でそれですごく皮肉だったのが宮崎さんっていうのが逆に日本にって入っていって、日本国内でもちょ、まあ、あまりにも特別ですけどすごく大きなヒットを、うん、出して、それで十分にペイするんですよね、うん、であの千尋ちょっと千尋がその日本の興行収入を塗り替えたっていう時に、うんまあ、宮崎さんがなんか記者会見みたいなのをやってて、その千尋がねアメリカで売れなくたっていいみたいなことを言ってましたよね。あれはね素晴らしいなと思いましたね。あの真似したってねあんな風なヒットは出せないかもしれないし、うん、その今後もその宮崎さん自身作れるかどうかわからないけれども、うん、少なくとも日本国内のマーケットで成立する作品はあったわけですよね。あそんなになんかねその世界で注目されたからといって、うん、おもねるような作品の作り方はねするべきじゃないと思うんですよね。でそれはなんかこういう場所に来て特に思うんだけれども、うん、本当の意味で の, その国際的なもの、うん、いや国際人って言ってもいいんですけど、そういうのって結局日本人としてものすごく国際人になるためには、うん、ものすごくその
日本人らしい日本人であることだと思うんですよね、かえって。そういうところでその宮崎さんの作品が、国内であれだけの人を出して、で、日本で受けた作品としてこうきちんと海外に紹介されていくっていうのはすごくいいことだと思いますね。Elle vient de se lancer à ta recherche. Il n'y a pas de temps à perdre. Courons. Je ne peux pas. Mes jambes. Je n'arrive pas à me lever. Ce n'est rien. Calme-toi et respire à fond. J'en appelle au vent et à l'eau qui sont en toi. Libérez-la. Lève-toi. さんもある時期反米でね、アメリカは今はディズニーでやってますから、ああいうこと言わなくなっただけで、結構あの人は反発のやりで映画作ってますから、何かに反発しないとね、宝田に反発したり反発しないと できない人ですからね。いやだからその不思議なのが、反発することによって力を得てきた人がもう最も反発される、一番注目される人間になってしまってる、うん、みんなでもどっかでそういう逆転ってありますよね。ありますね。アメリカなんかに対するあのそのディズニーとかアメリカの漫画に対する日本の反発なんかもね、あの随分歴史が古くて、僕ら東京に入った頃でもね、アメリカを勉強してみたけど、あこれ違うっていうのを思っちゃったんですよ。お金がかかりすぎることが一つ、うん、それから動物を中心にするっていうのはね、なんでだろうと思うんですよ。アメリカの方ではあの動物こそ一番アニメーションに適してると思ってるわけですよ。猫の食虫の小動物が動き回るわけね。それを何だろう、出来上がったものを見ると面白いんですけどね。なんでそういうものを作りたいって思ってるのかって、その衝動が全然わからないんですよ。全然わからないですね。だから日本では最初から動物さんが相手してないんですよね。人間ばかり加工するんですよ、うん、ディズニーすごいのは、動物で足りなくなるとサラダのポットだの、ポットだのがこう踊り出すし、意味が分からないんですよ。なんでそんなことをしなくちゃいけないんだろう。そう分からないよね、あれはね。だからアメリカの文化に対する反発って言っても見れば面白いんだけど、自分が作ると思うとああいうの作れないんですね。作れないですね。作れない、うん、だから随分ねディズニー僕なんか研究しましたけど、みんな相手しないんですよ。みんなね吸ったり配ってもね、あーって言ってみたい。学ぼうとしてない。宮崎さんってのは味が出にくいんですよね。出ないですね。出ないんですよ。ああいう味の出にくいものがね、いくつかあった方が、そう思います、ね。本当はいいんですよね。それが認められていたらね、水準が高くなってるって意味なんですよ。まあ極端に言うと、例えば動物ものってのがあるじゃないですか。あのアメリカはもうその前世時代、ずーっとね、そのミッキーとか小動物がね、可愛く動くっていうので。アニメーション業界を持ってきたわけですね。ディズニーもその頂点にあるんですけども、人間まともに人間を描き始めた日本なんだと思うんですよ。動物もやめて、あの辺の研究はまだできてないんですよね。まだできてないんですよ。だから動物の代わりに東映でも仮に人間に置き換えて、東映でもね、その絶えずプロデューサーいうような小動物入れてくれと、小動物と人間絡んで初めて映画ができるんだっていうアメリカの発想なんですね。だからテレビになって帰ってそんなもの切り捨ててね、ハイジや三千人のように動物さんいらないっていうことでこうできるようになったっていうのはテレビの功績はあると思いますね。長編をあのままやってるとね、あのなかなか独自のものはできなかったかもしれないですね。でも人々の概念がアニメーションというのは動物、小動物がこう跳ね回って可愛くて良かったんだっていうね。そうですね。それその代わりって言っちゃなんですけど、日本ではロボットになったんでしょうね。ロボットになったんですね。だから一時期本当にロボットが出ないのになんでアニメみたいな部分ありましたよね。そうそうそう、ありましたありました。あれエヴァンゲリオンもロボットでしょ、基本的にみたいなものですよね。ものでしょ、うん、だからロボットのバリエーションの延長ですよね、あのエヴァンゲリオンもその高架機動隊もそうですね。何かロボット文化っていうね、
何なんでしょうね、ロボット日本人好きで。ロボット文化とあの美少女文化が結びつくと、そう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 、あの女の子をバラバラにするっていう、うん、美少女ロボットを解体してみたいな。美少女ロボットを解体してみたよね。あのどうしてそんなに女の子を解体したいんだろうっていうのがって、うん、すごく気持ち悪い気分になるんですけど気持ち悪い気分ですね。僕はね、とうとうそのロボット文化とはね無関係なところで生きてきましたけど、ね、いやだからそれはそれでね、あってその面白いものをたくさん生み出してるわけだからいいと思うんだけど、うん、もういい加減ね、そのそれに対するこうカウンターのようにいろんなものが、ね、生まれていいはずなんだけど、あれも変わらずロボット、ロボットですね、少女でバラバラにするとそうですか、多いですね、やっぱり、ね、多いですか、はい、うん、あと笑ってるバラバラにするっていうのはコードでつながりたいとかね、おかしいですね笑っちゃうんですかね僕は。いやでも それがものすごく大きな力になってたことは事実だから、そういうマーケットもあるし全然構わないと思うんだけど、そればっかりがこうベーシックに見えてしまうとやっぱり気持ちが悪い。そう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 、気持ち悪いですね。結構テーマもデカめですよね。あ、そうです。でそこで大事なのはロボット美少女バラバラにするとあと地球を救う。そうです、地球を救う。地球を救う。そこで地球を救う。地球平和よみたいな。急に取ってつけたようにね、私が守んなくちゃって。おい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 。メモリーズの彼女の思い出で、うん、その出てきたロココっていうスタイルでこう。うん、まあ、美術設定をやる、でそれを一生懸命描いて写真見て描くんだけど、結局その背後にある歴史って何にも知らないで描いてるから、そう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 、そのこっちに来た時にねもう恥ずかしくなっちゃうんですよ。恥ずかしいんですね、あんなリアルな絵であんな間違い、おそらく そんな小さいわけないでしょそれって、ね、そういうもうスケール感も何もないところでこう描いてしまってる。でもそういうことはね逆にできないなと思いましたね、本当にヨーロッパの土を踏んだ時点で、あ、恥ずかしいことをしてしまったっていうのがすごくあって、はい、違うっていう、ね、奥様か、うひゃー、うまそう。青島、見えるか。ほら、ミゲル、何考えてんだ。へーへーへー、約束約束ってね、あいつよ、こんなところで本物のワインにお目にかかれるなんて。しかしおかしいな、一人前とは。奥様は一人暮らしってわけさ。なるほどえ、お、あいつも腹壊すぞ。でその時に本当にもうだったら日本のことを小さく小さく書いた方がまだその自分は満足できるなっていうふうに思いました。あれは勝手知ってるところね、その憧れて作っててもしょうがない。そのあるイギリス人 そのディストリビューターかなんかの方が言ってたらしいんだけど、日本でねそういうヨーロッパを舞台にしてそのどんどん作っていく。でもね逆にそのイギリス人が作った忍者映画見たいっていうふうに彼が言ってた、それそうですよね、見たかないですよね、そんなの、ね、見たくないですね、まあ、要するにアニメーションがねその軽いそのライトモチーフっていうんですか、自社だったら許されないけど、アニメだからいいっていうね、そういう許容範囲がありますね、あると思います、何かそのアニメーションの土台の基本的な発想の中でね、自分が今いる土地というかね文化とは違うものに触れたいというので、実際じゃないものを選んでるというところが一つあってね、だから例えば美人可愛いっていう基準なんかもね明治以来ですね、明治以前と明治が全然違うんですよ。明治以前って細い目でねふっくら開いてて、で明治以後になると突然目が大きくなったり、ね、足が長くなったりね、その今の日本だけ見てもその中国の人がなんで日本人は髪を赤く染めるんだってね、西洋かぶれだって言うでしょ、でそういう民族主義って日本ないですからね、ファッションとして取り入れてるだけで、そうそうそう、ファッションっていう意味で そうそう、あの魔女の宅急便とかやる時もことさらにヨーロッパっていう街を描いて、それは何かって言ったら日本の若い女の人が見てヨーロッパに行きたくなるようなヨーロッパを描きましょう、それはどこの国でも構わない、とりあえずスウェーデン行って見てきたけど、
スウェーデンだけじゃなくてイタリアでもフランスでも何でもいいから、うん、あなたが見てヨーロッパっていう部分を落ち込んで作りましょうなんていうね、うん、そういうコンセプトだったりしましたから。時計塔よ、私こんな街に住みたかったの。でももう他の魔女がいるかもしれないよ。いないかもしれないわ。僕らにとって例えば中国とかねフランスとかその偉大な文明とかな、そのいろいろ文明ありますけど、その自由とかね人権とかっていうようなことを作ったそのなんつうかなフランスとか、あるいはその万里の長城を作った中国なんてこう圧倒的じゃないですか、島国から見たら。でそれは材料としてはいいですよね、大きくてなかなかいいんですけども、その国にその国にもし攻められたら、あはいかなかったですね。侵略されたとしたら、あ、されてないから遠くに置いといていいと思ってればそれでいいんですよね。ただやっぱりそのだんだんその今の傾向としてどんどんね、アニメーションもリアルになってるんで、うん、漫画だから許されるだろうっていう範囲はかなり少なくなってると思いますね。ちょっとそれがね、漫画だから許されるというのはね、ちょっと本格的に作ろうとしたら必ずその問題に直面するんですよ、必ずです、アニメーションだからできてしまうのは日本人なんだけど、作るっていうか日本人なんだけど海外のものを作れてしまうっていうね、異様な仕組みがある、異様な仕組みがあるんですね。海外でもそんなないんですよ、今日本でアメリカ作っても売れませんからね、アメリカ舞台にね、いくらやったって西部劇なんか作ったら誰も見ないですよね。まあこのねその20年約30年というのはその人類はね、そのどうも地球には夢がないから、宇宙に行けっつうんでね、宇宙に宇宙物を作って遊んでるわけですね。またちょっと地球に引っ返して、地球、最近はでも地球に引っ返すことは、地球に引っ返して地球見ると面白いっていうのがね、ありますね。順番にね、好奇心を持ってインドが面白いって言ったらインドに行って、そういうふうなことが起こるのかもしれないですね、まあ日本はこの100年間はヨーロッパを見て、ヨーロッパですね、ヨーロッパを見てストーリーも舞台もヨーロッパいいですね、ヨーロッパに憧れて暮らしてるっていう、だちょっとそういうとこはみんなおかしいよって言うけど、文化というのはねその時はおかしいんですよね。ああ文化っていうのはおかしいものだって定義が面白いですね、それはすごくそうかもしれない。だから宮崎さん合理的じゃないですよね、宮崎さんの中でも僕なんかでも日本を描きたいと思うんだけど、どうも日本のね仕草とかその動作でどうも日本人が思うかっこよさがないんですよ、はいはい、腰がひょこひょこ、ね、動いたりね、踊ってもちょっと照れくさいですね日本の踊りね、一杯飲んで踊り出した格好はロシア人のはるかに格好いいね。そう、自分の国のことかっこいいと思えないのはちょっと辛いものがそうですね。辛いですね。かっこいいと思わないんですね。そのぐらいやっぱり、ヨーロッパアメリカのその映像の影響が多いです。そうですね、大きいですね。いやだからね、逆にそうやってかっこよくない、かっこよくないと思ってるからね、日本の文化そのものが僕らにとってもすでに文化になってしまった。あ、それは言えましただからその多分ものすごくリアルな、昔からその映画界ではよく言われたけど、ものすごくリアルな時代劇を作ったらきっとみんな見ると思うんですよ、僕さ昔から言われてるセオリーじゃないですか、でもものすごくリアルなところで誰も迫れないっていう、僕らはかっこいいものを描きたいという願いはありますからね。ありますね。絶えずあります。かっこいいものを探して、もしかっこよかったらインドでもエジプトでもいいんですけど、
今の基準ではインドやエジプトはとてもかっこいい中に入ってくれないんですね。うん、中国は全然入りませんね。かっこ悪い。ヨーロッパって完全に個人の世界っていうか大人の社会じゃないですか。だから日本って割とその子供の社会かなってちょっと気がするんですよね。そうですね。いや、すごく子供の社会ですね。あのそのベーシックな底辺に例えばそのね、そのアメリカ人がヨーロッパがやってきてね、アメリカ建国した時に自由の女神が立ったでしょ。ああいう気分がね、あの日本にまだないですね。ああいう概念はまだまだあの雑多に入ってきてるけど、ちょっとまだ訓練中っていうかな。あのイデオロギーとしてのその理念は、あの日本が一番勉強してますよ。だからその一緒に入ってきたじゃないですか、哲学とか、その文化も文明も一緒に、自動車もその哲学も一緒に入ってきて、やっぱ明治の頃にそのやっぱりルソーとかね、ああいうものを勉強したり一緒に、今の中国なんか見てるとそれはうちにあると、そのものは全て5000年うちにあるからね、近代だけ土下というだけ入れると、あとはうちで間に合ってるって言ってるんですよ。あの部分ではねなかなか学べないですね、本質的には。やっぱりその常にそのアニメーションの進歩っていうのはこうどうしてもまあ仕方がないことなんでしょうけど、作画出身の人間が演出監督っていう風に立っていくと、その絵だけなんですよね、みんなやりたいのは。アニメーション作りたいだけで、決してその映画を作ろうっていう意識はない、もう判断も素晴らしいアニメーションっていうのは常にその画面のことを言ってる、クオリティが高いっていうと画面のことしか言ってなくて、その内容なんかほとんどないよ、もう何もないようなものをすごく立派な技術で見せてね。だからアニメを作りたいってまあその言葉で言ってしまうと一緒なんですけども、どうも私は少なくともアニメーションを目的にしてるんじゃなくて、アニメーションで映画を作りたいっていうふうにもうなるべく思うようにしてるんです。そうですね。じゃないとね、もうアニメーションの出来不出来だけでそのこれがいい悪いっていう判断になってしまう、あれは本当に怖いですね。僕がだから最近作った短いやつですけど、2本はね、1枚も動いてない。あ、そうなんですか。1本はあのそれでもアニメーションの絵描いたんだけど、もう1本はもう絵本そのままカメラワークでやってね、音楽も入れないんですよ。でそこで SE あるでしょ、効果音でね、そのあの滝平二郎の切り紙のね、あの何にもないように見える裏にどれぐらい空間作れるかとかね、そういう今ちょっと音のところにハマっちゃいましたね。だからあのやり始めれば音のことなんてものすごく面白いのに、あの極端な話、絵って半分っていう考え方に持っていかないともうダメだと思うんですよ。そのもちろん現場にいるとほとんども絵が8割9割っていう風になってしまうんだけれども、その鑑賞するときにはやっぱりその音楽あるいはその SE、セリフっていうものの位置がものすごくやっぱり大きい。キュッと、
あの物のけの時ね、あのいろいろ雑誌見たらやっぱりそのかなりの人が動きすぎって言うんですね。はいはいはい、ね、それはなんとなく、うん、動きすぎだという意味は分からない気がします、うん、巨人の星が懐かしいとかね、うん、なんかやっぱ日本では動きをね抽象化したものが好きなところありますね、うんうん、様式に持っていかないとダメ、様式に持っていかないと、能の文化だね、能の文化抑制するところに美意識があるんでしょうかね。どうもね、そういう意見が出てくるとちょっとびっくりしちゃうんですね。びっくりします。そんなに動かしてるのかなと、まあまあ動かすとこは動かしてるんだけども、あれに反発するというのはね、不思議な感じ。ゴーストは豪華っていうふうにみんな思いますけどね。ねえ、今だからちょっとあのその日本のアニメーションも立ち止まってますね、うん、立ち止まっちゃうというか、どうしていいかっていうのはみんな悩み始めてる ことは事実ですね。でもほら、そこにちょうどいいデジタルっていう言い訳があるんで、言い訳あるからすごく便利だと思いますよ今だ。みんなね、そのなんていうんですか、コンピューターでね、コンピューターの技術がうわーっとこう襲いかかってきててね、そんなにデジタルが好きだったらシナリオもデジタルで書いてもらえばいいなと思いますね、うん、そんなに画面が立派になったのに作ってることは10年前と変わりやしない、変わりやしないって、うん、だから そこにね、その今 CD の技術があのとにかく圧倒的に入ってきたんでね、ちょっと立ち止まっていろんな企画とかね、表現方法を考えてるところはありますね。技術の方がもう越しちゃってるんでね、うん、作り手 の, そのやりたいことよりも、うん、もう本当にしばらくは技術に溺れる、うん、あるいは技術に使われる状況が続くと思います、ね、まだだからね、 CG の使い方が慣れてなくて、 CG を使って豪華になったと思ったらつまらなくなってるんですよね。With the hope of new life, has Gaia changed the phantom within? デジタルの技術に関してはね、やっぱり音楽の方がシンセサイザーの取り入れ方が早かったわけじゃないですか。で、最初にその岡井さんは もちろん詳しいと思うんだけど、不思議なもんで、そのコンピューターが入ってきた時に、みんな最初にやったのがオーケストラのシミュレーションだったじゃないですか。いかに生音に近いかっていうところを一回やりますよね、あれ。ありますね。でやって、そこまでこんなに生音に近いものを出せた、じゃあ生音でいいじゃない、うん、でそれからの反動の方が全然面白いですよね。そうですね。あの時に出たアナログシンセ、このロットのやつがいいんだよみたいな、ストラディバリウスじゃないんだからみたいなね。でそこまで行って初めてその技術ってその人のものになってくるような気がするんですよね。でそれをまだその日本のアニメーションっていうのはそこまで技術っていうのをその使っていないから、だから決して見る気にもならなかったけど、ファイナルファンタジーみたいなものは必要だと思うんですよ、一回は。一回はね、うん、いや一回はすみません、これからまだまだね出てきますよ。でなんかそのあえてね、こんなに最先端の技術があるんだけどいらないっていう、うん、私にはいらないっていう態度もね必要かなっていう気はしてるんですよね。そうですね、日本にはそのまあ例えばヨーロッパでいうその ルネサンスがないでしょ。絵が抽象化されたものでしょ。そうです ね、だからそのヨーロッパでいうような、例えばそのそのリアリズム、実体の、うん、ああいうものをね、そのあまり神々しいと思わない。あ、ね、抽象化された方が神々しいと思ってるんですよ。仏像がそうでしょ。そうですね、ああいうものが ね我々の中にどっか残ってるんじゃないかと思うんですよ。それがアニメーションの発達につながってると僕は思ってますね、うん、それで、まあ、止まったのが良かったということですね。そうですね、止まったのが良かったっていう、うん、反省してた。妹に説教されたらしいよ。私たちを救ってくれたのはあのロボットなのよって。
アメリカでは動き続けなきゃいけないっていうその動き続けなきゃいけないっていう強迫観念をお客さんが持ってる。日本のは逆にね動かないことでこう楽しんでるんですね。こうあの青年が考えてることをね。だってでもそれはね映画の本質だと思うんですよ、うん、本当は、うん、そうそう本当はそうなんであって全部動かすっていうアニメーションの方がなんとなくちょっと異質なね、うん、本当のものではないんじゃないかなっていう気がします、うん、まあそこはね議論の余地があるんですけどアメリカの観客にとっては絶えず動いてないとねなんかいけないという脅迫観念があって、日本の場合はこの動きすぎるとなんかこう思い出ができないという脅迫観念があるんですよ。思い出、うんはい、あでもそれは確かにハリウッドのその映画がね、うん、新しくなればなるほど全く間を置かなくなっていくっていう傾向がありますよね。ありますね。もう音楽なんかもうべったりですよね。そんなにつけなくてもいいんじゃない。べったりじゃね、空間ってないんですね。だからアメリカのアニメーションは大変だと思うんですよ。あれを動かすんだったらね。それは大変。それだからお客さんの方に問題、あの問題じゃありませんけど、そういう習慣があると。はい、習慣、ね。だから習慣に過ぎないです。うん。だから僕なんかフランスの人がね、日本のアニメーションが好きだっても好きだってまあ好きな方が多いとすればですね、どっかであの日本のような部分があると思うんですよ。アメリカとは違う。動かしすぎなくても大丈夫。っていうものがね、あるのかなと思ってるんですけどね、わかりませんけど。いや、まあ、っていう発想があるかどうかもちょっと疑問な時がありますけどね。うん、なんか余韻はわかるらしいけど、待ってもしかしてわかんないんじゃないのかな。うん、だから、まあ何回も言うんですけど、そのやめられない僕見た時ね、その間がね、はっっていうぐらいのあるんですよ。あパッと間があってね、スッと止まってて、スッと動いて、スッと動いて。で、なんかこう、王様が絵から出てくるあたりとかはもう本当にその間の芸ですね。あるんですね。Jolie bergère que j'ai jamais vue. Tu en as vu beaucoup d'autres? Non, je n'en ai même pas rêvé. Oui, Jean, ma vieille expérience. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. D'abord, vous n'avez pas la même couleur. Une bergère. Et un ramoneur. Mais pas question. Pas question. Petite bergère, et je suis le roi. Alors, ne perdez pas votre temps avec ce charbonnier. Je suis le roi, je vous aime. Nous devons nous marier. Chose est claire, il n'y a pas à hésiter. N'est-ce pas? C'est l'évidence même. D'ailleurs, c'est écrit dans les livres.
les bergères épousent les rois. Et pas de discussion. Donc je décide. Le mariage aura lieu ici même, dès ce soir, quand sonneront les 12 coups de minuit. J'ai dit. Fermé à clé. Et d'ailleurs, il n'y a pas de porte. C'est une petite escapade sans importance. Vous les verrez bientôt revenir plus vite qu'ils ne sont partis. J'en crois ma vieille expérience. Je crois bien qu'ils sont partis. ないですよ、あれが。あのポーズも日本と同じように非常に気の利いたポーズがあってですね、あのそのポーズの後でちょっと動くっていうかね、動きとその間のねタイミングはあの本当圧倒されましたね、うん、これって日本人向けに作ったんじゃないかと。あれは素晴らしいと思います、ね、素晴らしいと思いましたね。まあ僕らはねその映画始めた初期にあの映画について延々と議論したんでね、あの細かく覚えてますけども、あのちょっと日本的な間の取り方ですね、うん、あそこ あの今フォーラムで展示してる中でも大塚さんがその薮にらみの僕研究した資料がすごいたくさんありますね、うん、一部ありますけども、まあ、ヨーロッパでやっぱりその日本ほどアニメーションがね あのあとずっと継続して果たしなかったのはやっぱり労働だと思うんですよ、うん、その過重労働、その長時間労働という問題がね、うん、なかなか難しかったと思うんですよね。その人権意識ですね。僕らには人権ないですからね我々は人権がないですね労働の中に喜びがある労働の中で喜びがあるというか、でもあのこの間なんかそういう神話とか宗教の、ね、起源みたいなの読んでて、うん、キリスト教 の労働に対する意識って、うん、最初はその要するに楽園を追われることでお前たちはその代わり食っていくために働かなきゃいけないっていうその罰として労働っていうのを、うん、その決められてる、うん、それが起源らしいんですよね。
特に日本の神話の中では神様は農業やってるみたいな、そうその決してその労働っていうのが罰でも何でもない、その違いがやっぱりあるような気がするんですよ、あるかもしれませんね。あのその天皇家の正月の第一回が桑を入れるっていう、うん、そうですよね、労働もそうだし、そのキリスト教でいうとね、明らかに休みの日が最初に決まってるじゃないですか。聖書の一番最初に書いたのは休みの日を決めましたってことだったりするじゃないですか、うん、日本なかったですもんね、明治になるまで。それはだから重大な問題で、その我々は人権の意識は少ないと、うん、アジアは、うん、ヨーロッパは人権の意識が高いということは、高い方がいいんですよ。それはもう高い方がいいんだけどね、いいんだけど僕らにとってはちょっと納得できないんですよね。そんな楽しちゃいけないって思ってますから、ね、休んでもしょうがないじゃないかとかね。テープ休んだら終わらない休んだら終わらないっていう、タコ部屋ですよ、タコ部屋ですよ、アニメタコ部屋ですよ、アニメタコ部屋ですね。でも僕なんかね、やっぱ絵を描く最前線にいたせいか、全然確か辛いけどね、帰ってもすることはないし、会社の会社にいて帰った方が幸せっていうのがありましたから、一口じゃ言いませんね、仕事と人生はほとんどこうかぶさってて、ね、個人の時間もできれば仕事に使いたいと思ってるぐらいなんでね、実際時間があればその分やっちゃいますよね。僕一番ひどい時、午後10時半に帰ってね、午前1時半に出社したこと帰るんじゃなかったっていう気持ちでまた来てね。だからアメリカに関しては他は知りません、他は随分産業によってね随分改善されてますけど、アメリカに関してはワークホリックと言われてもね、仕方がないですね。で、それで何が悪いと思ってますか。それなぜ悪いのってこう聞かれてるの。だって一番楽しいことをやってるんだから取り上げないでほしいっていうのが本当のところですからね。だから去年驚いてたかな、女性の残業のリミット廃止したでしょ、そうたちまちみんな12時1時までやるわけですね。イタリア行ってなんか日本のアニメーションの話をちょっと知ったんです、でどういう生活をしてるかって話をして、お昼ご飯はだいたい10分とか15分で食べるって言ったらみんな驚くわけですよね。僕はだからあんなイタリア人みたいに2時間、昼飯食う時間ったら仕事をする方がいいですよね。いやもう宮崎さんなんかね、ご飯を食べるっていうのはね、ガソリンを給油するもんだから、ね、仕事をするためのガソリンの給油食事に時間かかると叱るんですよ、給油してるもんだからガソリン入れたらすぐ本人もバーッと食べて、それでおしまい。まずね、宮崎さんに言いますとね、食事が遅いやつは使えない仕事ができなくなってる食事が遅いやつは役に立たないって言うんですよね。イタリア人が絶対許せない、許せない、いや中国人でも許せないですよ。中国はね、食事文化ね、発達しますから。本当イタリアとかフランスとかホッとします、ね、でも最近は言わなくなったよ。嬉しいです、うん、いやそれはもうだから一種の落ち着きがいやいや、いろんなところで戦ってね、ああいう偏見を言い出すとね持たないんですよ今はもうね。日本でよく言ってご飯食べちゃいましょうって言いますよね、食べちゃいましょうって、もう一つの片付けちゃいましょう、片付けちゃいましょうって、食べないと先に進まないみたいな。そうですね、食べちゃいましょうって言い方多いですね、多いですよね先に食べちゃってくんないみたいな、そういう、そうね、ご飯済ませてとかね、すごくなんか悲しいですね、悲しいですちょっと悲しいですけどね、悲しいですよ、悲しいですけどね。本当にヨーロッパ来ると豊かな気持ちになりますよ。いや、ヨーロッパ来るとね、本当に豊かな気持ちになるんですよね。こんだけ時間かけてね、ゆっくり食べてっていう。あ、それはね、でもこういう場で来てるから、あるいは観光で来たりとかだから、そう、これで仕事に来てるから。そうそう、仕事持ってきてたらね、仕事持ってきたらダメはなれないです。昨日30分食べました。どうもありがとうございます。大丈夫ですか。はい。